は、うん、まあ佐藤さんバンドもやってらっしゃってこのジャックスも経営してらっしゃってやってんだよ、うん、さらにはあのテレビの CM とかあれはまあ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 やまあまあねまあまあなんかこうまあいろいろね趣味ね、うん、あとジャイブダンスダンスかやってるね、あとロカビリーシーンって言ったら、うん、もうサトピーじゃないですか、長いだけだよ、長くやってるだけ、うん、そういうところで長きにわたってもう多岐にわたってですねあのいろんなことをあのロックンロールに関わるいろんな活動をされてらっしゃるんですけど、欲張りなんで欲張り、いろんなことやって、まあ、こなせるって素晴らしいですよね。いやいやもうあの広く浅くだからサトフィー5人ぐらいいるんじゃないかといつも思ってるんですけど、忍者だから忍者だ俺昔忍者に憧れて忍者になったんだよ、伊賀の忍者になったんだよ。でも私も10代の頃なんか応援団やってらっしゃった。10代ね、あれは中1だよ。中1応援団、応援団、応援団は中1だあ、本当に小学校6年生がさランドセルしょってた6年生がさ、中学の入学式でさ、洋ラン背負ってリーゼントのねお兄ちゃんに囲まれてみな、どっかで聞いたことがある。シャキッとシャキッと洋ラン背負ってリーゼントだよ。シャキッとするよね。シャキッとし、俺もしの入学式で洋ラン背負ってリーゼントの応援団に囲まれて、クーダスルラーなって僕あのなんか市内も叩かれてすごいとこしちゃったなぁ、ね、横浜銀杯出ました、まあ、もうね、そういう中学だったもんで、ね、3年生の先輩がみんなもうドカーンってする人たちが、ドカン入ってドカン、ドカン入ってドカンで、ドカンドカン、うわドカンドカンそこで、ね、人生が狂ってしまいましたね。かっこいいと思ってしまった。かっこいいですよね、でも当時は。そうなんですよ。でも私からするとかっこよかった、うん、そういう、 こう突っ張りあの、まあ、要はそういう応援団系とロカビリーとかロックンロール系ってちょっと微妙。いやその時は音楽はないよ、ただ単にスタイルだけかっこよかったから。あワリーゼントかっこいいなとか、あとあの洋蘭がね、竜、はい、とね、虎が刺繍がみんな入ってたけど、はい、そこで刺繍のその竜と虎に目覚めちゃった。だからスカジャンが好きになっちゃった。あ、そうなんですか。そういう刺繍物を好きになっちゃった、ね、で、そこからそういう古着の道に入って。いや、まだ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 全然まだまだ古着までのこう、まだまだ目覚めみたいなのがまた長そうになります。まだまだ、だから中1だもんな、まあ、小学生に毛が生えたら、まあ、チップ毛が生えてたけど、ただそういう、ほらどっかの人たちにかっこいいなと思って、なんか知ってるけど、勧誘をね、いっぱい来るのよ。そう、先輩たちから、お前が応援団入る、応援団入る、派手だったから、ほら、目立ち、そんなことないですよ。目立ちたがり屋だから。なんかでも、ちょっとこう、憧れちゃって、はい、俺も入ります。中3、いや、中2、3ぐらいでやっぱり、クールスエイちゃんとかがね、要するに、先輩の部屋にこう遊びに行くと、うん、クールスのポスターがあって、エイちゃんのポスター。タチヨシャってすっごい仲だと思って、もうそれで俺もクールスのポスターで、そこ来るパン、まあ、もうどこ行ってもさ、たまり場っていうのがさ、みんなほらたまり場、もうバイト先輩たちが変なバイトをここにたまってなんか遊びに行ってさ、もうこれ弾けとかってクールスのボールとかをカン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 、わかるわ、紫のハイウェイ、すっごいの落ちちゃったわこれなって、これこそもう不良ですよね、まあ、不良音楽っていうイメージだったんだけど、その時はね、まあ、A ちゃんとかクルスが不良があって銀杯が来ちゃったから、俺が中3ぐらいの時かな、うわ銀杯来ちゃった、すげえなこれだとか、ヤンキーブーム大前世、大もう本当にブレイクですよ、ブレイク、一番のブレイク、79年から80年か、80年ぐらいの時にドカーンとそういうのが一気に来ちゃったから、もう全部が来ちゃった。で、ストレイキャッツ も同時期に来てるから、で、クラッシュもピストルズも大体俺同時期ぐらいに来ちゃってる。そんなのが一気に黄金時代ですよ。黄金時代だよ、そんなのが清志郎来て、モッツが来てさ、忙しくてサンハウスが来てさ、もうその時一気に来ちゃったから全部来ちゃってさ、80年ぐらいが俺が一番のそのもうなんかもうごったに状態だよね。で、アメリカの音楽とかリステヒトユースをあのうち映んないから友達のなんか家までビールとタバコを持って差し入れを持って行くわけですよ、ね、やっぱ中3でそれもおかしいけどね、中3の差し入れじゃないけどね、やっぱり先輩後輩ってあるからですよね。でもね、そうベストヒットユースを見るためにだけにタバコとビールをこう、ね、差し入れ持ってその家に行くんですよ。11時ぐらいとかだったのかな、まあね、そう中3でだからね、ベストヒットユースとか
小林克也のね、うん、あれのあれに出てくる音楽はもうみんなハマって、うん、あれだらの音楽聴いてたクイーンとかさ、うん、もちろんレッド・ゼッペンとかさ、うん、バンフェーレンとかさ、うん、もちろんそうだけど、まあ、ブルース・スプリングスとかさ、ビリー・ジョエルとかさ、うん、何か何も聴いたんだよ、もう片っ端から、うん、それが俺の今の多分あれにベースになるね、うん、どんな音楽でも聴いてろっていうことで、何でも聴いてろっていう、うん、柔軟ですもんね。でもね俺って今さ、なんかオールジャンルな感じじゃない、いろんな音楽のジャンル変わるんですよね、うん、でも俺全部俺は吸収してるっていうか、なんか全部それがさ興味があったもんだから、パンクも好きだし、ロックも、まあ、大体俺ヘビネタだから最初も一番、そうだよ。どんなに聴いてたんですか。だからね、一番最初ね、ヘビネタって言ってもまあディープアップルなんだけど、うん、俺中3の時にディープアップルのその、文化祭でさ、うん、ディープアップルやってるバンドだったんだよ、うん、で、うわ、かっけえなお前、ディープアップルすげえなと思って、そのディープアップルにドーンってやられて、まあまあスモークオンゼロタから始まるんですよ、ザッザッザンザッザッザンっていう、あの超シンプルなさ、あのリフだよ、うわすっげえかっけえと、やりてえと思って、それでエレキ買おう、エレキと思ってさ、どうせかエレベ買っちゃったんだよな、ギターじゃなくて、俺バカだよ、いやなんか知らないけど、なんかベース買って、あれなんで俺ベース買っちゃったんだみたいな、なんでベースいやなんかあのそうギターじゃんねえ、まあ、なんかベース買っちゃったな、かっこいいなこれな、でもなんか俺バンドじゃねえのにベースだけやってどうすんだろうね。ほんでさ、中学校、あ、高校か、で高校入学したりしたらバンド組もうと、中学にはそういう球がいねえんだよ、全然、あ、そうだったんだ、うん、ヤンキーばかで、なんかこういう応援団もあるけど、で、中学校に入ったら、あ、高校入ったら俺はバンド組もうと思って、女にも伝えてるね、そういうなんか山下、横島のね、まあ、大体でもそれが一番じゃん、うん、女にモテたいっていうか、まあ、カッコマンで言いたいっていうか、俺サットマンってよく言われるんだけどさ、また出た、また出たよ、で高校入って、うん、さあ俺はバンドマンだもんね、うん、そしたらさ入学式さ、また同じ中学と同じような光景でさ、またなんか高架接触、また来ちゃった、なんだと思ったら、またあのゾロゾロ応援団が来るわけだよ、うん、また始まって応援団が、あれせっかくお前中3の時パラダイスだよな、自分たち自分また高1だったら、またその応援団が3年生の人がまたいるんだよまた会っちゃったよみたいな、なんか課長まで上り詰めたらまた平社員からやり直しみたいな、また先輩いるじゃん、また応援団の先輩いるじゃねえかと思って、またおめえ応援団入るよ、応援団入るって、またほら来るわけですよ、でも仕組みが分かってるからね、中学時代もうこれ俺はもうね、もういい、俺はねバンドマンになるからっつって、うん、まあ応援団断ってね、入んなかったけど、うん、まあそれでその、まあ、とにかくバンドを組んで、うん、そしたらリーゼントのやつがドラムだったから、うん、おこいつはロックンロールだな、いいなと思って、クールスみたいなやつが来たから、うん、おこいついいんじゃねえかと思って、そのドラムなんだっていうかさ、ドラムがいいのがいるっていうかさ、そのバンド組んだ時に、うん、そのドラムと会ってさ、おー、横田さんはいいぞと思って合わせたんだね、うん、そのなんかツインバスなんですよ、やつなんでツインバスなんですよ、なんかダダダダダレインボーやってレインボーとレインボーやってんだよ、時代なんでしょうね、でもねキザキーンとかやってんだよこんな真似やんなと思って、で、じゃあ俺ベースなんだけどさ、ってたらベースもういるんだよとか言って、じゃあどうすんの、お前ギターやれよとか言って、ギターできるかって言ったら、ギターアコギだったらやったことあるけど、お前エレキやれよとか言って、じゃあエレキ、おー、そこでエレキが、そこでエレキ買うんだよ、じゃあディープアップルだから紫のギター買うわってな、単純そう、もう本当にまあ、近くのね、新生堂かな、なんかに行って、もう郡山で行って、福島だからさ、こう言ってさ、なんかこの1台、紫のギターが輝いてたんだよね、紫のギターだね、なんかピンクと紫の間ぐらいのやつだったかな、スタッドね、そのスタッドをね、16年買ってるから、15年買ってるから、もう41年か、オリフス今40年使ってるんだけど、そのギター未だに使ってるんだよね、知らなかった、すごいじゃん、たまにほらバンドで使ってる、今感動しちゃった、エロッカーズ、バトルエロッカーズでもそうですか、バトルエロッカーズなんてあった全部絵がつく、エロがつく、全部エロがつくんだよ、いやバーストスティコピーバンドね、いやだってカバーバンド、そうそうそう、映画っていうのはね、俺たちの時代の大事なのよ、なんでかっていうと、ほらもう
映画しかじゃん。テレビなんか映んないから福島なんか。もう映画しかないんだよ。もう映画の影響ってすごい強くてさ、映画と雑誌、もう本雑誌見るしかない。でバトルロッカーズっていうのも回すしてね、あの映画にハマってね、こんなかっこいい映画なんか世の中にあるんだなと思って、ね。ただロカビリーはちょっとね、お行儀が良かった俺には。わかる、わかるでしょ、なんかね、ドカーンじゃないんだよ。あのライブでさ、うやーダーッじゃないの、なんかこう、まあ、抑えなきゃいけない、なんか抑えなきゃいけないのよ、衝動が抑えられるから。ロカビリーは好きなんだけど、聴いてるのはいいんだけど、バンドでやるもんじゃないなっていうのが実はあって、ストレイキャッツもかっこいいんだけど、なんかね、ちょっと違うんだよ。まあ、とにかくストレイキャッツは、まあ、単純に、ね、難しすぎた俺には、その15の俺にはちょっと俺はね、真似をするのダメだと思ったの、要はだからブライアン・セットの真似をする、いや叶わないだろう。じゃあエルビスの真似をする、叶わないだろう、エルビスの曲だって誰が叶うんだろう、叶わないだろう、じゃあ俺は日本語にしようって思って英語を諦めた。英語がお前アメリカ人に叶うわけないじゃん、日本人だから日本語だったらアメリカ人に叶うじゃん、よし俺は日本語で歌えばエルビスの曲日本語で歌ってやろう、それはアメリカ人には勝てるよ、と思ったんだよ。だって日本人だからね、日本人だから